モツヤクとは、ムクロジ目観覧科コンミフォラ属の各種樹木から分泌される赤褐色の植物性、ゴム樹脂のことである。外国語の転写からミルラとも呼ばれる。ミルラも中国で命名されたモツヤクの没も組を意味するヘブライ語のモア、あるいはアラビア語のマーを語源としているとされるほか、ギリシア神話のミラーに由来するとされることもある。モツヤク樹はスーダン、ソマリア、南アフリカ、紅海沿岸の乾燥した高地に自生する。起源についてはアフリカであることは確実であるとされる。古くから香として炊いて使用されていた記録が残されている。また、殺菌作用を持つことが知られており、鎮静薬、鎮痛薬としても使用されていた。古代エジプトにおいて、日没の際に炊かれていた香りであるキフィの調合には、モツヤクが使用されていたと考えられている。また、ミイラ作りに遺体の防腐処理のために使用されていた。ミイラの語源はミルラから来ているという説がある。聖書にも、モツヤクの記載が多く見られる。で、エジプト記には聖書を清めるための香の調合に、モツヤクが見られる。東方のサン博士がイエス・キリストに捧げた3つの贈り物の中にも、モツヤクがある。モツヤクは、医師が薬として使用していたことから、これは救世主を象徴しているとされる。また、イエス・キリストの埋葬の場面でも、遺体と共にモツヤクを含む香料が埋葬されたことが記されている。東洋においては、線香や末香の調合に粉砕したものが使用されていた。近代以降においては主に男性用香水に使用する香料の調合にも使用されている。この用途には粉砕したモツヤクを水蒸気蒸留したエッセンシャルオイルや溶剤抽出物のレジノイドが使用される。このほか、歯磨き剤やガムベースにも使用される。花、特にバラの香りの分析的評価の一つにミルラ香という名前がある。ありがとうございます。